はい、始まりました。FUG フットボールアンダーグラウンドです。2021年11月14日、日曜日でございます。埼玉県民の日ということですね。今日私は、酒蔵力浦和本店の方に来ております。会社マンさん、ありがとうございます。お疲れ様です。ツイッターの方、URL 表示されてないみたいです。今されたと思います。確認してもらえますか。簡単なんですもんね。正気ではやってらんねえよ、みたいな感じですね。私、一杯飲んでおります。このマークで飲んでおります。今日、裏は某所で、某所でって言ってるんですけど、本人が言ってましたんで、これはパインズホテルだと思います。で、阿部祐希選手の引退発表会見ですね。こちらの方が行われました。帰りでございます。阿部ちゃん、お邪魔します。どうも、こんばんは。みつる、こんばんは、お世話になります。ちょうどここ、スポットがありますので、ここで会見させていただいております。こんばんは。お疲れ様です。安倍ちゃんのコメントを泣きました。私も飲んでます。なんていうんですかね、こういう時、なんて言って、グラス傾けたらいいんですかね。すごく難しいんですけど、いや、本当、難しいな。本当、なんて言ったらいいんですか。言葉が見つかりませんっていうのが、本当ですね。言葉が見つからないっていうのは、先週に引退に関係する、YouTube のライブの方をやりましたんで、ぜひそれ見てもらえればいいんですけど、その中で、福田正博選手のですね、引退会見の時の話なんかもさせてもらったんですけど、ちょっと今日違う感じかな。うん。大久保さん、こんばんは。よろしくお願いします。こちらこそ。トトロさん、こんばんは。お疲れ様です。ジェットさん、こんばんは。ボブさん、こんばんは。よろしくお願いします。会社マンさん、最高な質問ありがとうございました。リキ行く予定でしたら行っていただければよかったのに。寄ろうかなって思って。今日は最初から思っておりました。一応それで YouTube ショートの方に上げさせてもらったんですけど。いっぱい飲んでる。煮込みを食べてる。少し話が、安倍ちゃんも言ってたんですけれど、一応ね、これ、浦和レッズもこのコロナ禍になってから、こうやって、今日はホテルの宴会場っていうんですかね、ホテルで、人を集めて、人を入れて、直接の引退会見っていうのは、要は記者会見になってて、もう今ずっとリモートじゃないですか。本当にそういう意味で言うと、前に動き出してるな、その以前と同じような形で、の会見になったんですけど、で、今回に関しては特別、本当に過去にない、過去をこういった会見がない、J リーグ通してもないんじゃないかな。今日何の会見が行われるかわからない。一応、言われてたからそうかなってなったけど、何が行われるかわからない。そういう状況の中で、記者会見が行われたっていうのは、今初めてなわけですよ。
はい、わかった。やっとわかりました。前、ここにカメラあるのやっと発見しました。ずっと上見て話しちゃったんです。で、その、簡単に言うと、その、初めて、ね、何が行われるかわからない中なのに、まあ、先に新聞各紙が書いたっていうのもあるんですけど、まあ、これだろうということで、たくさんの人が集まった。今までというか、2年前、コロナ禍になる前と同じような形で引退会見、記者会見があったっていうこと自体も、こう、まあ、すごいことなんですけど、それが、阿部勇樹選手自らの引退発表会見となったと。まあね、こう、長いキャリアを持つ選手が決めたことですので、それに対してとやかく言うつもりはないんですけれど、まあ寂しいです。こんばんは、取材お疲れ様でした。阿部ちゃんは、阿部ちゃん、ありがとうございました。阿部ちゃん、ありがとうございますという言葉が綺麗な選手の一人です。小太郎くんがよく説得力あるね。津田さん、皆さん、こんばんは。やはり阿部ちゃんの引退会見、引退発表会見だね。寂しいですが、今後は指導者を目指すみたい、なんで、第二の人生頑張ってほしいですね。そうであるからには、残り試合全勝と天皇杯優勝で送り出してあげたいですね。いいですね。たくさんのコメントを入れていただければなと思います。阿部勇樹選手は本当に浦和人だと改めて思いましたし、ただただ感謝しかありません。吉田さん、こんばんは。取材お疲れ様です。阿部ちゃんの引退でしたね。そうですね。まだね、試合出場の可能性は残ってますから。ぜひぜひ、一試合でも多く、プレイしてもらいたいなと思います。今、私はですね、高倉力浦和本店におります。ネットンさん、本日は相模原祇園から残念な気分で帰宅して、阿部ちゃんの引退関係にさらにへこみました。ねえ、相模原リードしたからね、マネージャーが、うちのマネージャーが、FAC マネージャー、藤田祐樹がかなり盛り上がってきて、ジェットンさん喜んでんじゃないかな。その後にそんな展開が待ってるとは思わないんで、びっくりしましたけど。まあ、期待を裏切らないのは本当、オミアルディーだけですよね。笑っちゃうみたいですよ。申し訳ないです。阿部選手の真摯に話す姿がとても印象的でした。サッカー選手のお手本だと思いました。そうですね、阿部ちゃんがね、やっぱり寡黙な印象があるし、実際に本人も言ってたんですけど、話すのは得意なタイプじゃないんですよ。でもその話すのが得意じゃない選手が一生懸命話す、言葉を選びながら、それもスムーズに出てくるわけじゃないんですよ。でも、なんていうのかな、やっぱり人の心が打つ、人の心が打てる、人なんだなっていうことは思いました。一つ一つ言葉を噛み締めながら、そして本人自ら泣き虫だって言ってましたけど、そうですね、僕のこう会見を聞きながら、感情の起伏がそれぞれの人も出てたら、記者の人、ライターの人、まあ、メディアの人、すごくそういうふうに感情が高ぶるところも多くあったんじゃないかなと思います。司会をされた浅井夏美さんも、声最初震えてましたからね。で、いろいろ二人でサインを決めたようなんですよ。ちょっと終わった後に話ができたんで、こうやったら、トイレに行きたいまで決めたらしいんですけど、まあ、約1時間、まあ、1時間ちょっとなんですけど、スムーズに、会見の方が行われたと思います。
会社マンさん、サポーターに関しても触れてましたし、安倍ちゃんしか言えない部分もありましたからね。安倍ちゃんだからこそみんなが思う、ところもありますし、サポーターにとっても思うところがあった会見だと思いました、サポーターの仕方など。 F こんばんは。あの F、 あのなんか、すいません、盛り上げてください。よろしくお願いします。盛り上げてください。盛り上げるのはあれしかないです。よろしくお願いします。あ、松井さんこんばんは。最後は笑顔で安倍ちゃんを送り出したいですね。送り出したいですね。最初に思います。はい、ということで今日はこう皆さんと一緒に堀選手の引退が今年決まったということで、まあ、それがまあもう本当直後なんで、言葉はどういう言葉を、あの、どんな言葉を自分が見つけて話せばいいのかちょっとわからないんで、珍しく飲んでます。はい、時間もちょっとあれですね、うまくつなげないので皆さんコメント入れてください、ね。アメちゃんの引退、引退を今シーズンで、あ、これ YouTube 映っちゃいました。大丈夫です。YouTube 映っちゃいました。俺は映ってますよ。映ってますね。これはこちらがかもしれない。で、アメちゃん引退？引退って今シーズンで、私、会見に今ちょっと出てたんですけど、そういう話を、そうですね、まあ、言われてましたけど、阿部選手が自分から、自分の口でみんなに伝えたいっていうのが、なるほど、そこで本当に秘密だったらしいです。レッサーでもなく、はい、千葉でもなくみたいな。まあ、もちろんレッサーの話も、千葉の話も出て、千葉の時の、彼の恩師ですよね。彼を見つけてきてくれた、その方も、サプライズで登壇されて、まあ、お花をね、送るような場面。フロントリーやっちゃうの？いや、指導者を目指すっていう、今度は。あ、日本代表。はい。日本代表っていうか、指導者ですね。指導者、サッカーの指導者。監督、コーチを目指すっていう。はい、いやいや、はい、悲しい話だな、これ。うっす。あ、大丈夫です。阿部ちゃんはやっぱね、まあ、裏の生え抜きじゃないんだけどね、これ。でもね、生え抜きじゃなくて愛されるとか。ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。そうですね。それだったんですよ。みたいな。残念です。どうも、ありがとうございます。うちありがとうってことでね。ナイスパー。上がってますね。上がってます。ナイスパー。まあ、いいですね。マッチ行く人が何なくそのフィーリングを感じてくれて、今日何があったのって、あれは何だったのっていうのを聞いてくれるのって、とてもいいんじゃないかなと思います。ね、今で、大久保さんのコメントが入ってきます。ナイスパット。そして孝太郎君がナイスパット。実はね、配信もされてなかったと思うんですけど、すごく帰りに、こんなものを渡されたんですよ。小石さん、こんばんは。お疲れ様です。ナイスパー。帰りにこんなものを渡されたんですけど、これは、クラブからではなくて、阿部祐樹選手から、メディアの皆さんにということで、いただきました。あ、言ってたかな？言ってたかもしれない。あ、素晴らしい、素敵。これです。こんなものが入ってるんです。
これね、中、お米だそうです。お米。安倍ちゃんの奥さんのお父さんが作ってるお米っていうのを、いただきました。なんね、これいただいたけど、ちょっと炊けない。はい、さ、どうする？安倍ちゃんもこのお米食べたからね。だから安倍米って作ったらいいよね。出したら、すごい、全然いいんじゃねえかな。赤井祐介さん、こんばんは。浦和が強くなるため、安倍ちゃんとの別れは確保していました。それでも割り切れません。辛い時に浦和サポーターの前に出てきちんと対応してくれた姿は忘れられません。そうだね。こんばんは。安倍ちゃんありがとう。良い指導者になってください。矢野さん、こんばんは。ね。ロビ君、お米しっかり噛み締めて食べたいですね。そうですね。あんこもついてる。鶴北さん、安倍選手は浦和レッズで一番好き、大好きな選手です。特に持っているレプリカユニフォームも背番号22番、37歳の自分より年上の方が頑張っている姿を見て、私も頑張ろうと日々思ってました。お疲れ様でした。いいコメントですね。これは、本人がね、見てもらえるようにしたいですね。あとは、なんかお土産、これももらえました。これ好きなんですね。パインズの、このカレーが。これもいただきました。これは、パインズホテルで買えるんじゃないですか。ぜひ。で、あれ、なんか入ってる。あ、で、このステッカーももらいました。このステッカーはなんか販売するようです。ね、ステッカー。どんなんだろう。こういうのですね。こういうですね。ちなみに司会者取材記者の皆さんと会見前に順番など打ち合わせなどはしたのでしょうか。してません。全くしてません。おそらく、ハンドブックとか書かれてる大隅義行さんは、長年浦和レッズの、僕がサポーターの時からね、浦和レッズの、そうですね、何かおっしゃるもののものを書かれるときに、関わってますので、だから大隅さんが、最初にっていうのだけは決まったと。残りは決まってないです。ですから、何かありますかってときに、僕も後ろに別に見たわけじゃないんだけど、結構、1番目の質問とか2番目の質問とか、会見大事なんですよ。なんで、そのプレスカンファレンスリーダーに、なろうと思ってるわけじゃなくて、いい形で引っ張らないと会見ダメになっちゃうんで、どうかなと思ったんですけど、会見自体がこういった会見って長く、これはちょっと仕事の話なんですけど、こういう会見結構長くなるんですよ。長くなるんで、長くなるんだったら、みんなに伝わらない前に、まず、たくさんの人が見ている状況の中で、安倍選手からファンの方、サポーターの人に、コメントを求めた方がいいかなと思って、周りの空気感からして、手上がらないなと思ったんで、手上げたんです。エプさん、ナイスパッ、ロビ君、
ぶっつけ本番のトップバッターだったんですね。そうですね。僕はすいません。ロビ君。バッターじゃなくて、キッカーって言ってもらえばいいですね。PK で言うとこの一番キッカーです。みんななんかね、サッカーのみんなバッターって言っちゃうんですけど、これから一番キッカーだったんですねって言ってたんで。一番キッカーですよ。それなら一番取れてよかったです。いや、そんなことはないんですけど、本当に、プレスカンファレンスをいい状況にリードするには、最初の方の質問大事なんで、うん、だから、その部分では、緊張しましたというか、彼の引退会見の中の言葉になりますから、最後まで残ってしまうので、ちなみに僕は大きい会見の中で会見、質問したのは、10年ぶりくらいですけど。吉田さんが阿部ちゃんで一番印象に残ってるエピソードは何ですかと、赤井雄介さん。これ僕会見の時に言ったんですけど、僕浦和レッズに来てから阿部ちゃんの、取材はしたことないんですよ。はい。いわゆるオフィシャルもの以外、オフィシャル関係のものではあるんですけど、オフィシャルもの以外ではないんです。で、阿部ちゃんが若い阿部ちゃんが、デブにいるときに、姉崎グランドに行って、過ぎてないよ、まだ。聞いた話ですね。赤い話じゃないです、その頃。で、なぜかって言ったら、その後やっぱサッカー選手阿部勇樹の、イメージがみんな強いんですけど、やっぱり人間阿部勇樹、若者阿部勇樹っていうイメージが僕の中にすごく大きくので、その、当時20歳くらいだったのかな、20年くらい前の話です。ですからそういうところで話したことっていうのが、この子もこんなに世間が注目されてるのに普通なんだなっていうふうに思ったことがあれです。いうね、なんだなと思ったことは一番印象に残っている、ね。その後彼は能力を持ってる能力を遺憾なく発揮してくれたんで、あったあった、これまた赤い話じゃないんですけど、青い阿部勇樹でも日本代表じゃないです。日本代表でもユースです。今で言う U19、U20。ユース代表の時の阿部勇樹選手。それはすごく印象に残ってて、なぜかというと、僕よく2000年の浦和レッズの J2 から J1 に上がる最終戦、サガン突然の話をするときに、僕は現場にいなかったんですよ。浦和レッズのその節目になるようなゲームの中で、参加してないのは数えるほどなんですけど、その数える一つが、土屋島崎のスーパーミドルシュートが決まったゲームなんですけど、僕はどこにいるかっていうと、阿部ちゃんを追って、それは間違いないです。僕、イランに行ったんですよ。アジアユースの取材に行ってたんですね。その阿部ちゃん率いるアジアユースっていうか、一次予選がグアムであって、初めてグアム行ったんですけど、その時にね、那須大輔とかもいて、練習、一次予選ね、それは。最後のアジアユースの決勝、ワールドユースにつながる試合はイランでやったんですけどね。はい。最初は、グアムでやって、グアムで20点ぐらい取ったと思うんですけど、20点ぐらい取ったと思うんですけど、練習の時にね、バーテ、
ペナルティーのところにみんなでボールを置いて、バーって押して、阿部ちゃん一発だってだから。あ、すごかったです。で、フリーキックもゴロのフリーキックで決めたりとか、すごかったなと思って。ちなみにその時に一番最後まで入れなかったのは那須大輔です。思い出しました。すいません。あ、ロビー君、失礼しました。一番キッカーお疲れ様でした。ありがとうございます。まあ、実質一番キッカーですよ。大鶴さんが一番だった。F、なぜ11月14日だったかっていうのは、吉田さんしかできない質問ではなかったでしょうか。そう言っていただけると、とてもありがとうございます。アビマイを FUG で商品化とかどうでしょう。あるでしょ、ちょっと。そうですねっていう。でも、アベマイの、あ、アベマイね、ちょっと、アベマイっていうか、アベマイを、アベマイについては、ちょっと、アベマイっていうか、アベママパパマイが出るんで。ちょっと、それはなんか、今度聞いてみたいと思います。ありがとうございます。まさきさん、こんばんは。よろしくお願いします。吉田さんの質問めっちゃナイスでした。ありがとうございます。すいません。今日僕飲んでますからね。そろそろ多分今井店長も出てくれると思うんですけど。そろそろ今井店長も出てくれると思うんですけど。あ、近藤むせさん。ね、こんばんは。よろしくお願いします。あ、高評価ポチッとお願いします。これなんか流さなきゃいけない。これな。すいません。今日初めてもしいらっしゃった方がいましたら、チャンネル登録、高評価、コメントのよろしくお願いします。こんばんは。吉田さん、高根、瀬尾さんは質問されていらっしゃいましたが、清太郎さんは記者会見に出席されていなかったんですか。はい、下振りてまして、僕の蓮向かい、斜め前に座ってました。はい。さすがだなと思いまして、僕もそうだったんですけど、僕、自分より前にしか見えないんで、彼が会見を去るときに、まあやっぱ僕はこれは基本スタンディングオベーションだろうと思って、あ、ぐっと椅子を引こうと思ったら、大野さんが先に立ってましたね。だから僕、少なくとも僕と大野さんはスタンディングオベーションしてましたけど、別に、そういう部分では一番じゃなかったですね。大野さんが一番に立ち上がりましたね。悔しい。負けちゃった。まあ、いらっしゃいましたよ。まあ、瀬尾さんはね、おっしゃるの仕事してるし。まあ、昔から知ってるような人は来てましたね。タボ頭塩でもらっていいかな。頭塩でもらっていいかな。こんな風に、まあ、まあ、すいません。自分が食べる方に一生懸命。今日はね、まあ、そんな感じですね。まあ、ね、安倍ちゃんの会見ですごく僕が印象に残ったことっていうのは、彼はね、やっぱり判断ではなく決断という言葉を使う選手でしたね、方なんだ。で、この判断と決断っていうのは、よくサッカーの指導の中で出てくるんですけど、いい判断しろって言うんですけど、判断は誰でもできるんですよ。今やめた方がいいから、今やった方がいいから、やらない方がいいから、そんな判断はできるんですけど、決断をするのは選手しかできないんですよ。で、この引退というのは、阿部勇樹選手しかできない決断だったと思うんです。で、その決断を自分でしたということを、そして自分の口で、直接関係者の人たちに伝えたいと。そういう熱い思いを、こう、そこに僕は感じましたね。本当にいい決断を、いい決断っていうのは、常に、会見の中にこれつながるんですけど、イビチャオシムンさんが常に考えろっていうことを自分に言ったと。そして、ミハイル・ペトロビッチ監督からは楽しめる。自分が楽しまないことには、うまくいかないだろっていうね、面白くないだろ。サッカー、他の見てる人だって楽しくないだろっていう。まあ、これはもう真理であって、で、素晴らしいと思いますね。その、まあ、
そんなことをね、言われなくても楽しんでるのも分かりやすく、面白い選手だった。で、誰、あの、彼がサッカー楽しんでる姿を見ると、我々も楽しくなる。嬉しくなる。すごいですね。嬉しくなる。そういう、で、サポーターの声に対して、自分は恩返しをしなければいけないみたいなね。そういうことをこう彼が考えていたんだなっていうことを今日の会見の中で聞けて、僕はもう非常に、そういうところでは、満足でございます。お腹がいっぱいって言ったんですけど、満足です。すいません。皆さん、もしよかったらですね、僕が飲んでる姿なんですけれど、高評価をポチッと押していただけると、おすすめに出やすくなるらしいので、よろしくお願いします。吉沢が喜びますので、ポチッと押してやってください。よろしくお願いします。キムさん、こんばんは。お疲れ様です。阿部選手、引退、寂しいですね。お疲れ様でした。本当ですね。力と、阿部デチュ、ナイスな最後ね、奥さんが言った。阿部デチュ前で、期間限定メニュー作ったら、売り切れ確実ね、お弁当でもよい。サッカーとは関係ないから、やっぱりフットボールアンダーグラウンドじゃないですか。ちょっとね、お店の様子はどうだったのかね。お店の様子はどうだったのか、ちょっと聞いてみたいなと思います。ありがとうございます。今ね、今ちょうどね、今わかります。いいねが22です。作法、今日はこの辺に来いよ。この辺に来る。サホさんです。みっちゃんじゃないですから、ね、マジで。みっちゃんのポジションの時々言うから、みっちゃんと勘違いするんですよ。みっちゃんじゃないんだ。サホさん。今日は何、お店は、なんかそれなりに盛り上がったんですか？どんな感じだったんですか？あみちゃんの会見の。これなりじゃないけど、そのために来てるような人も。阿部ちゃんの会見を家で見るのは嫌で、みんなで見よう。常連さんがカウンターでめちゃくちゃ泣いてる。ああ。なるほど。吉田さん、こんばんは。博多の山口です。YouTube 会見見てました。素晴らしい会見でした。高評価をしました。わかりました。山口さん、そのままメンバーシップに入っちゃいましょう。メンバーシップになるってとこを押してみてください。メンバー、今日に限ってね、メンバーシップになる方法がもしわかんない。メンバーシップになる、ちょっと押してもらえると嬉しい。私、まあでもね、なんか、まだ残ってるじゃん、シーズンの途中で。で、パゲちゃん、みっちゃんはもうお帰りになったでしょ。みっちゃんはもう召されたかもしれないですね、本当に。否定しないから、たぶん。早い時間。早く行かれてしまった。ちなみに、こんばんは、吉田さん、僕を泣かせないでください。いや、どう、泣かせるとかではなくて、いや、こんな感じで、吉田こんな感じで、まあ基本はいつも YouTube とか関係ないんでね、変わんないから。裏はなんだけど、表もないから、このまんまなんで。アラさん、どうも、こんばんは。ありがとうございます、ミツル。質問最高、ありがとうございます。ね、質問最高でしたということで、スパチャイーンと。別に、まあ、仕事だからね、俺。質問するのね。10年に1回しかしないって言われてる。あ、すごい。あ、今井店長来てる。今井店長。今日何の店でなんかさ、用意してる。あれ忘れてた。昨日、出てたんですけど、忘れてます。ターボ。店として、一応さ、今日、今井の記念日なんだけどさ。今井の記念日なんだけど。なんで若しらとぼけてんの、知らないようにしてんの。一応、今井の結婚記念日だよ、今日。知らないです。
店の中でも俺ラジオで毎年言ってるからさ、ナイス本当にナイスパッ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 ちょっと呼んできてよ、ナイスパッ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 、そうなんですよ、締めっぽい話だけじゃ悲しいなと思うんで、今ちょっと末広がりになるいい話を、いい話というか、これはしておきたいなと思ってですね、今多分いらっしゃってくれる、今パーボーの方から来たのはです、赤戸デルさん、ナイスパッ、リキの頭でございます、ナイスパッ、ありがとうございます。うまい。11月14日は毎年今井店長県民の日だって、フラーリッツが AC が、はい、お待たせしました。こっちだ。今、はい、今ちょっとしけっぽい話にもなっちゃったんです。はい。あ、でも、ちなみに、はい。今日、安倍ちゃんの、あ、すごいすごい。あげちゃん。吉沢さんの放送を聞いて、今井ちゃんにお祝いを届けましたね。はい。もらった。はい。俺、パゲちゃんがわかんない。僕はわかってる。はい。ありがとうございます。いろいろすいません。ありがとうございます。本当に。はい。そうなんですよ。で、まあ、今、あなたの話をするんだけど、はい、今日はお店の中で泣いてる人もいたってこと。そうですね。僕も結構、冷静、結構やばいところがありまして。どの辺だったの？実はね、阿部ちゃんのお父さんは、力、はいはい、の、もう結構名物な人です。そうですね。阿部ちゃんのお父さんは、よく力もいらしてくれて。そうだよ。はい。最近もう来てくれたんですか？お酒解禁には、市川からわざわざ来てくれて。息を待ち遠しく、やってくれてます。いや、そうなんですよ、本当に。はい、あ、ちなみに、今井店長、はい、結婚記念日おめでとうございます。かみさんには尻に敷かれてるのが一番です。はい。謝る前提で、あんまり言うと怒られちゃうんですけど。本当に敷かれてますから、ね。はい。てか、それがうまくいくし、秘訣です。小手川さん、こんな時ですが、今井店長結婚記念おめでとうございます。お、素晴らしい。ナイスポ。ナイス。今井店長とね、今、最近なかなか外に飲みに行く機会もなくて。そうですね。基本的に飲みに行くと最後泣いて絡まれますので。吉田さんが行けないんですよみたいな話に最終的にはなるんですけど。まあ、僕は行けないんですよ。大体悪い。あと、あれですね。阿部勇樹選手と、ナイスポ。5月か6月かだったんですけど、はい、大原サッカー場の前、僕、事務所の仕込み、あ、はいはい、いつも撮るんですけど、はい、明日何曜日だっけ、明日月曜日。明日月曜日だね。はい。阿部ちゃんに、おー、店長って言われて、一緒に見沼用水槽、阿部ちゃんの家まで一緒にサイクリングを5月ぐらいにしまして、今年。はい。阿部ちゃんは、登録水槽と川上コーチからもらった自転車で、うん、僕はママチャリで、うん、2人で見逃しを2人で、大会もない会を15分ぐらいして、今日は阿部ちゃんもなんかいろいろ考えて、阿部ちゃんの乗ってる車、車じゃない、自転車は、はい、登録新装と川上コーチから2人のチャリンコと僕のママチャリで、僕も店に行けなかったんですけど、阿部ちゃんに言われて、ちょっとルート変更で、こういう感じ。俺、阿部ちゃんと知ってたらだけど、はい、かなりルート変更したね、はい。ルート変更って。店にはちょっとくれるねって会話しながら。あ、これで会っちゃったから。なんと、戻ってるじゃん。そうです。むしろ戻る感じで。ルートやねえな。ジェットさん、今井店長おめでとうございます。はい、ナイスパートって。ナイスパインって、皆さんね、覚えててください。11月14日はですね、県民記念、県民の日、埼玉県民。はい、ちなみに11月13日は茨城県民の日。そうですね。はい。そうです。茨城県民の日なんですけど、はい、で、浦和レッズが ACL を初めて獲得した。2007年。2007年。そして、今井。はい。今井なんだっけ、年シーロです。今井年シーロが。はい。の結婚記念日と。ここ、いつだっけ、そうです。8年前なんで。
2013年、はい、なんですよ。そしてね、はい、まあ、今日1個ね、また1個増えましたね。はい、安倍選手の引退発表の会見ですね。はい、ね、ルイさん、埼玉県民の日、ACL 初優勝の日、店長結婚記念日、はい、別れるかもしれませんけどね。まだ頑張ります。安倍選手引退会見日、浦和にとって特別な日です。はい、で浦和にとって特別な日だったらやっぱここ来なきゃいけないでしょ。そうですね。俺はそう思ったんです。やっぱりいやまたね話関係なくなっちゃうかもしれないんですけど、浦和が特別なこういう日に必ず来てくれた人いるじゃないですか。そうですね。ねえ、わかります誰かと。ねえ、ACL 取った日だっけ、はい、最後のお客さんになった日ですね。はい、森高さんね。そうです。分かってんのよ。ねえ、はい、もう最後の最後まで力はサポーターのお店だよって、そこに俺は行かないでどうするんだっていうふうに、言わないんだよ。言っても、そう言いそうなのが、森さんですね。そうですね。で、結局森さんの仕事じゃん、安倍ちゃん取ってきたの。そうです。だから今日はやっぱり、まあ俺はね、森さんの子供だと自分で勝手に思ってるんで。はい、森さんをもう忍びながら。あらさん、今井店長、結婚記念日おめでとうございます。はい、ついでに磯畑によろしく伝えてください。了解です。ありがとうございます。キューピーさんね。はい、トトローさん、でしたら、安倍デチュ、大木さんのことはね、はい、安倍デチュ前のおにぎりでもいいので、はい、メニューに期間限定用意を検討します。わかりました。ありがとうございます。コラボ。コラボですね。コラボですね。アンダーグラウンド。シルイ、アンダーグラウンド。アンダーグラウンド。アンダーグラウンドで。FUC スペシャルで。裏メニューが。裏メニューの知る人ぞ知る。いや、今日さ、ほら、これもらったんだ、はい、お米お米、お米。お米。噂のお米。お米の。あれ言ってた？そこまで言ってた。はい。あ、そうそう。2号を皆さんに。これ、これ。これはすごいお米ですよ。で、明日もこれ持ってこう。どうです。明日本部に持ってって、食っちゃおうか。いや、それは大事な時がいい。大事な時がいい。あれだって噂に言うと、専務が引退するとかしないとかって話。はい、明日、佐藤専務が引退するかもしれないって今、憶測が飛んでるんですよ。それを知るために明日僕は失踪救命に行くんですよ。明日本人と。明日本人と聞かなきゃいけないんで。そうですね。今ね、力ではあるんですよ。山田信久引退記念日ですけどね。めちゃくちゃもう吉本新喜劇より面白いですから。あ、梅干しおにぎりって、これ最高の梅干しおにぎりってのは、鮮魚です。はい。梅干し食える。え、そうです。で、子供の時に、はい、長瀞の遠征行くには俺ら。はい。長瀞行って、おにぎり食べて、はい、梅干しだったんで、そのまま、なんだこれ食えねえって投げたっていうのを、あいつに言ってから、FUG のリスナーの人みんな知ってるんです。面白い。常雄さん、今井店長おめでとうございます。2年くらい行ってないけど、はい、おつみ食べに行きたいです。またぜひ、落ち着いたら待ってます。新潟だから。また、お待ちします。ナイスパー、ナイスパー。ありがとうございますね、本当に。常雄さん、ナイスパー。裏メニュー来た来たじゃん。アンダーグラウンドメニューですか。アンダーグラウンドです。裏じゃなくて、地下メニューです。明日ちょっと地下メニュー会議に行きますから。はい。まあ俺もちょっと今、あれだよね。悲しいんだけど、飲んじゃってるから。アンダーガルダメニューは。ぜひぜひ。地下メニュー。はい。ちなみにでも、はい、地下メニューは今考えてる。いろいろ。食べるもんじゃないんだけど、FUG 見ましたけどって言わないと買えないものを、作ろうってことに、今、引退がささやかれてるあの人と やってるんですけど、引退ささやかれて、安倍じゃないんですけど、力の方で引退がささやかれてるあの人。はい。よーっつってね、ちょうどちょっと今いっぱい入ってるんですけど、中にも元気ありって。そうはいかない。そうですね。真似はいくらでもできます、ね。
でもさ、よっちゃんさ、はい、あんまり言うとバレちゃうね。でそれ何パって、フライングはご発展そうだよね。フライングが今回ね、ちょっと先に話がこうフライング気味にリードされたのが、ね、ちょっと残念なんです。はい。ナイスパッ。ね。合言葉は今日、ディッチュあるってなって。でも、それちょっと明日話そう。はい、ちょっとね、いろいろ、また、ナイスパッ。私も例でいきましょう。ナイスパッ。近めに言って怪人にありそうだ。ありそうだ、本当に。怪人にありそうだよ。ありそうだよ。いろいろ、ふたふたしちゃう感じですかね。うん。だから、いろいろ、お願いしましょう。いや、やばいね、小野伸二のピックを見ると。うまいっすね。ワシントン。ワシントンのゴール見ると、やっぱ滑れるじゃん。今日はでも、それで全体的に、お店はどうだったんですか？前半はですね、今日はもう、浦和南東京のお客さんが、30人、40人くらい浦和南縛りだったんですよ。はい、みんな赤いけど、浦和南の。で、先輩後輩によって、うさぎが配られる。おぉ。6位つく。おら、下だったら俺が無理だ。おぉ、いい場合だ、すごい。それも返したんですか？ロビ君、めちゃくちゃ力行きたくなってしまいました。休みの日にお邪魔に行きます。わかります。今日今、今井店長ここにずいるってことね、結構暇なんですよ。おぉ。仕事手伝いに来たの。コーチだもんないもんな。コーチだもん。今、某強いクラブチームのコーチが飲みに来てます。ありがとう。いいねしてね。もちろんもちろん。何ペリカになるよ。セーブ台アウェイの。はい。今日はセーブ台アウェイの。セーブ台は若干なんですけどアウェイですよ。うちのお店も8割9割が。浦和南縛り。はい。なるほどね。まさきちゃん、ありがとうございます。今井店長、夜遅くまでお疲れ様です。マリノス戦、清水戦行くので寄っていきたいな。あ、ぜひね。勝ち点3のお土産と、できてみんなで祝いをあげましょう。ちなみに行った時にまだ何にも出ないんですけど、はい、FUG でいつも見てますとか言うと気分は良くなります。はい、もちろんです。FUG でやっぱ一番人気があるのは、ね、火曜日なんだよ。ファンとしてセニョールと、だけど月曜日が好きですって言ってあげてください。月曜日は力の日なんで。ローカル力ですからね、すごいよね。それは力のアンダーグラウンドですからね。じゃあ実はね、あれアンダーグラウンドじゃなくて、2階に上がってくるんでアッパーなんですよ。そうですね。うん。本店のみの地下メニューですが、はい。地下でしか買えないです。本店は地下ありますんで。はい。ね、ナイスパッ、ナイスパッ、ナイスパッ。ナイスパッ、ナイスパッ。いや、吉田も結構、え、まあ、トマトに取りたい。やりますから、行きますから。美味しいね。冷えても美味しい。でも皆さんやっぱね、いろんなコメントが嬉しいですね、本当に。ちょっと落ち着いたら皆さんのタイミングでいいんで、またできて、なので祝杯あげたらと思いますね。よろしくお願いします。まだ宴会できない。違う、OK ですけどね。会社的にいろいろ、いろんなバランスがあると思うんで、それは皆さんのバランスで、いけたらと思います。じゃあ、オフ会、FUG のオフ会も、はい。予定してるんで。OK です。地下メニューで。地下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 で。下でやりたいので。了解です。あれですか、ワクチンパッケージで。OK です。パッケージ。それあった方が安心なこと。裏手ワクチンは皆さん打ってるんで、裏のワクチンは。これ AI にかかっちゃうかもしれない。
あんまり言えないですね。ええ。そうなんですよ。はい。あ、こういうね、失礼なやつもいるんですよ。はい、ね、これありがとうございます。ナイスパーティー。今日は双子に行ってしまい、今井店長すいません。頭回ってます。これも危ねえだろ。これも危ねえだろ。何飲んだらいいかな。面白い。赤井祐介さん、ペリカ持ってないです。参加できますか。大丈夫です。なんかお早いこと、できますか。今度でも、はい、そうか、分かった。こういうの、はい、俺、チケットを売るから、はい、そのペリカを売ってきたら、力で使える。もう、なんとか力みたいな、通貨ですね。そう、力のペリカを俺が売る。なんとか力みたいな。そうそうそう。一力、二力みたいな。一力、二力で。いいですね。一馬力、二馬力。百力って呼んでたけどね。力のクーポンよ。百人力みたいな。そうそうそう。力のクーポンで、はい。なんか、ちょっとそれを買うと。ビットコインもこういった力の通貨ができるんですよ。そうそうそう。力でしか使えない、これ、ちょっと全然、あの、もったいないです。ここでやらないで、動画を作りたいと思いますんで。今年は伊藤畑の実家で、地忘年会しますが、次回は、大人数で、大人数で力でやりたい。ありがとうございます。すごい、ローカルな話です。月曜日、力からの配信が最近の楽しみの一つでした。お題。ちなみに、先週は、マネージャーが熱を出したせいで、できなかったんですよ。明日は実はありますんで。明日やります。今日視聴者めちゃくちゃ多いですね。セニョールさんとバッチってありがとうございます。もしよかったら、チャンネル登録まだの方はしていただいて。ね、まあ、概要欄から。概要欄ね、はい、概要欄に、チャンネルの、チャンネルページに行ってもらえいいなと。はい。なので、面白い。待ってね。カツネさん、ナイスパッ。ペリキ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 。いいね。ペリキ。一ペリキ。一ペリキ。一ペリキ。で、当然通貨の真ん中には、まあ、お亡くなりになったあの方を。一番高いやつを。スキャンゴでも飲まれるのが入れてもいいですよね。なんかいろいろやったら、いろんな会話が無限大に。酒は飲んでも飲まれるな。俺は飲まれちゃってるけど。そうですね。そういう、そうやったら面白いですね。しっぺりき面白いですね。でもね、はい、ガビちゃんいいこと言ってましたよね。若い時の自分にね、言ってあげたいって言ったんですね。遊ぶのは後からでも遊べるから。あれはね、若い時の俺に言ってあげたいですね。いや、本当に。若い時の俺にね、言ってあげたいなと思うし、でも。もうね、奇跡の先生まで出てきて。どうだよ。先生もモノマネしましたね。結構サプライズな。アビリチュース。あれはですね、今年11月に来てですね、流行語に。ノミネートされますね。ここに来て、ここに来て、デチュって。デチュって。明日かが、わかんないな。明日、ちょっと、あれ、明日の配信で、これを言うんで、期間限定で、安倍杯出ます。安倍杯もう出ます。本当ですか？頑張ります。出すでしょ。約束しろよ。やります。どんな安倍杯がいいかな。安倍杯は、明日ちょっと一回確認します。安倍杯入ります。はい、なぜかって言ったら、なんでこれ色赤くないじゃんって。流れる赤い血が活性化されるんですよ。なんか血液の流れが良くなる。はい、真っ赤に燃える。安倍杯。安倍杯。でも、明日検討しましょう。検討する。罰ゲーム。炭酸がいいから水割りがいいのか。ああ。炭酸の流れですから、ね、
炭酸も実は健康にいい。らしいですよね。はい、ちょっとすみません、明日もまた検証しましょう。だから、それはもう、安倍杯っていうのは。安倍杯。流れますね。流れる。血液が流れる安倍杯。安倍杯。安倍杯ができるってこと。はい。何ペリかかるんですね。何ペリか。何明日の専務だった。ごめんなさい。何ペリかかる。何ペリか。何ペリ。勝利のビッシュは力で。いくら、いくらペリキですか。ちょっと明日、明日、まあ、でもね、ペリキの方でも、引退がささやかれてる人がいるんで。はい、ちょっとそれも明日、直撃で。直撃で。行きましょう。本当に、引退されちゃうと困るんでね。そうですね。なんだけど、引退が本当ささやかれてるんです。ペリキの連中。いきますか。スーパーレジェンド。ちなみに日記はですね、52年の歴史、もう少しでバルバル52年、今52年目なんですけど、はい、日記開店当初にいた人はもういないですから、全員、この世にいないですから、はい。そうですね。はい。残念ながら。で、今そういう部分では日記は第2章に入ってます。ピリキいないです、飲めますかとりあえず代わりに、今、ペリキの話をしてもらったら、はい、もう FUG のファンだって分かる。そうですね。これ何ペリキ何ペリキお会計が何ペリキって言おうと思います。今日のお会計は何ペリキ何ペリキ何ペリキそれ、いいです。面白いですね。期間限定で、はい、ペリキカード作りたいです。いいですね。面白いと思います。しっかりとペリキカード作りたいです。本物かどうかは、こうやって透かして当てないとわからない。そうです。あ、これ偽物だ。偽物作る人いると困る。偽ペリキができちゃう。偽ペリキが。偽ペリキじゃ問題です。でも、だって、しょうこ、偽ペリキ俺がさ、ベースとかで売っちゃったら問題。すいません。でも、まあ、ちょっともうこんな感じなんで、ぐだぐだになってきちゃったんで、安倍ハイボールで言ってっちゅうね。了解です。いろいろうまくやりましょう。明日はちょっとその企画会議の意義の方に付けまいります、ね。じゃあまあとりあえずそういう感じで。はい、皆さんありがとうございます。はい、じゃあ最後に、最後にエンディング聞いてもらってお別れでございます。今日は2021年11月14日。ちょっと、浦和レッズの関わる全ての人が忘れられない日になったんじゃないかなと。でも、引退発表会見をこの日に設定するっていうのは、いろんな人の心に残るからね。埼玉県人だったら忘れることがない11月14日。この日に、阿部祐樹選手が大きな決断をされたということで。彼の未来を祝したいと思います。はい、それでは、はい、エンディングテーマ聞いてください。